こんにちは。ということで今回は女うぜえなって思うことないっすか？女うざ。菩薩さんがうざいらしいので、菩薩さんがこれ提案の企画なんですけど、もうやりたいということらしいので、まあ、今回は異性なんでだろうって思うこと選手権やっていきます。異性に対してね、別になんかこう男女問わず言ってください。はい、チュッパ。純粋な疑問なんだけど、なんでプールで休んでる人多いかな。聞いてみたら水着忘れたんだって。忘れ物すんなよ。なんだこいつ、なんだこいつ、なんだこいつ、なんかキモい。わかる、なんかキモいね。やしんみりキモい。次、アーケン。アーケンさん、多すぎる。もしかして怒りで手が震えた。あー、今怒りを必死にこらえています。アーケンさん怒ってる。異性の男をセクシュアルハラスメントしてくるの、なぜ。アーケンさん落ち着いて。アーケン落ち着いてくれ。なぜなぜにゃ。なるほどな、なるほど。まあなんでだろうな。陰キャとか、あ、陰キャ転生ね。はい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 。下沢とか。はい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 。なるほどね。なんでだろうね。まあ、確かに。なんかでも、アーケンさんでもなんか受け止めるじゃん。なんか、なんかアーケンさん受け止めない。なんかアーケンさんセクハラを受け止めたりするじゃん。なんか、ちょっと受け止めてる節がちょっと、反抗するのがめんどくさくて。なるほどね。キャッチって何？エベスさん、それ何その造語。その造語なんすか？聞いたことないんすけど、なんすかその言葉。そういうところ。なるほどな。次、リケモ。主観でしか物事が見えておらず、自分の思い通りにならないとわめきじまして人様に迷惑をかける。泣けば被害者になれる方の性別のに生まれることができてよかったね。なるほどな。これ怒りで震えてるよ、これ。リケモさん。よかったね。怒りで震えてる。リケモも泣いてみよう。楽しいかい？うん。泣いていいよ。次、空豆くん。先輩とご飯を食べに行く約束をして、日にちまで決まった後に二人で行きますかって聞いたんです。そしたら、どうしたいって聞かれたので、二人がいいですって言ったら、私あんまり二人でご飯食べに行かないんだよね、と言われ、複数人でご飯になったこと。なんで一回聞くん？確かに。確かに、聞かんでいいじゃん、みたいな感じはする。確かに、まあ、言えばいいじゃんね。別になんか、誰誘うじゃない？多分断るときに、うまいのは。誰誘うみたいな。多分空豆、それ、裏でお前回されてるよ。あいつさ、二人で飯行こうって誘ってきたんだけど、マジやば。みたいな感じで言われてます、お前。こいつ差し飲み誘ってきたんだけど、マジやばくない？あいつを差しで何すんの？みたいな風に言われてます、多分。それ変身したとき誰かと一緒にいたんじゃないかな。あ、そういうこと？誰かと一緒にいて、ね、おい、差し飲みしてって送ってみてよ。え、こいつ行きたがんじゃない？うわあ、ガダダ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 。ベノム。一般的に XX の方は、なに、XX の染色体で言うのやめろ。XX の方は FPS や地図を読むことなどの空間把握能力が低いように思われるが、なぜなのか疑問です。いや、なんかさ、一説で狩りをしてたから、その狩りをしてた時のその機能の話みたいなの見たんだけど、どうやらそうじゃないらしくて、狩りって別に女性も参加してたらしくて、あんまりその定説じゃないんじゃないかみたいな。だからわかんない。なんでなんだろうね。不思議だよね。女性は車の運転マジで下手な人多い。でも XX も木の実採集とかするからそれはおかしい。まあ、確かに地図とか木の実採集とかで使うよね。あのね。あ、はい、はい。はい。なんでしょう。あのね。その方がモテる。あー、そうなんだ。違う。そうじゃない。ガチでわかってない。まあわかる。でも運転って、でも車の免許って一発で取れる人結構、まあ普通に再履修ってないじゃん、車免許って。バイクって再履修結構あんのよ。あるあるある。再履修結構ある。再履修になっちゃう人。なんで？バイクの方がむずいかも。厳しい。ミスったら死ぬから厳しいんよ、バイクの方が。あとなんかね、テクニック要素みたいなのがあって、再履修なんかみたいなのがある、結構。その、試験場で落ちるとかじゃなくて、運転技能として、その、教習所で落ちることあって、で、あれ男女比あるのかって俺聞いたんだけど、あの、女性の方が難しい人多いっていう風に教官が言ってた。俺聞いたのよ。なんか、男女比あるんすかって、暇すぎて、なんか男女比とかってあるんすかみたいな。これって、苦手な人とか得意な人っているじゃないですか。男女比あるんですかって言ったら、まあ年配の人とか女性の方が、まあ、結構難しい人は多いっすねみたいな。教習者が大きいから。
いやいやいや、別に中面だよ。大型じゃなくて中面だし、まあ別にそんなめちゃくちゃでかいわけじゃないと思うけど、男女差があるよね。まあ体格的に取り回し難しいのは多少あると思う。まあ確かに家事とかやるし、空間把握必要ある行動するはずなんだよな。まあ確かに不思議だよね。あとさ、 FPS 上手い女あんまいないの、なんでか、なぜなぜにゃじゃない、なんかすげえ不思議じゃない。いや、ゼロとは言わないし、いるけど、あれもなぜなぜにゃだよね。なんかアーケンさんみたいな男いなくない？すげえアーケンに対するディスだけど、アーケンさんみたいな男って俺ただしたかぐらいしか知らないんだよな。なんだよ、なんでだろうな。コータ、男はやり返さないものだと錯覚して なのか、小学生の頃女の子が一方的に殴ってきたくせにやり返して抑え込んだら先生に被害者ずらして言いつけられるの、なぜなぜ。怒ってる。小学生の頃まだ引きずってるのか。コータ、辛い思い出だったんだな。風化、男女に限らずナンパされた自慢しない方がいい。見た目がいいからじゃなくて軽そうだから声かけてる。あと勘助け、耐えてるのみっともない、やめた方がいい。俺ね、勘助けのね話ね、風化とねしみじみとしたんだよね。勘助けやばいよなみたいな話、なんかしみじみとした。あの勘助けがいない場所でしみじみと、勘助けって変わったよね絶対みたいな、なんかおかしいよねって言ってしみじみとしました。あのうるるさん伝えといてください、風化が心配してるって。勘助けはなんかね、なんかおかしいんだよね、なんか変。もう28なんですけどね。いや、まあそんなこと言ったらさきちゃん俺より年上だから、いや、まあそんなこと言うたらさきちゃん俺より上だけど耐えてるから、別に年齢は関係ないのかもね。うん、別にね、前みたいによくわからんネタついだけしてればいいのに、なんかちょっとおかしくなるよね。次、宇宙、俺に話しかけないこと。なんでだろうな、不思議だよな、マジで。なんでだろうな、なんか俺話しかけらんないよな、みたいな。なんでだろうな、不思議だな。うん、すぐ陰口言うの、なぜなぜ。なるほどな。なるほどね。うーのもなんかリアルだな。次、アーケンさん。リケモさんとかゴリラビさんとか、自分の性格がひねくれてるせいで、主観でしか物事が見えておらず、自分の思い通りにならないとわめき散らして恥をさらし、人様に迷惑かけるくせに被害者を装ってるの、なぜなぜにゃ。そういうリケモとかゴリラビみたいな人間性のやつ、なんていうか知ってる？女の腐ったみたいなやつって言い方するよね、昔の言い方だと。リケモとかゴリラビ的なやつ。なんかそういう言い方するよね、別にさ、そういう言い方するよねって言ったら話だけなんだけど。なるほどね。ノルノル言うよ。あ、どうぞ。ノルノル言っていい？はい。お、あんたを開けば何でも思い通りになってると側の性別さん許せません。私はもうクモソンス貼ってますから関係ないっすね。なるほどね。次行きますか。パワーあるな、パワーを感じる。女は視野が狭いし心も狭い。おまけにマイクラの視野角も狭い。なあ、いいね。ちょっとヒップホップだね。マイクラの視野角が狭いってのわかるかも。視野角って何？出たぞ。視野角を知らない。視野が狭い。長月。病んだことを遠回しにして周りの人に伝えようとするのなんでだろう？なんでだろうね。もう20年以上生きてるんだから自分の機嫌の取り方ぐらい分かればいいのに。ああねー。なるほど。誰に言ってるんだろうね、これ。これ誰のことだろうね、一体。誰に対して指してるんだろう。誰のことだろうね。不思議だね。不思議だよね。一般的にじゃないですか？確かに。なるほどな。クリボー。これは決してわしが言われたわけじゃないねんけど、歯が緩いだけかもしれんのに、小さかったってドヤ顔で言うやつなんでなん？まあ、クリボーじゃけ、クリボーが言われたわけじゃないけど、みたいな話ね。一般的な、あくまでも一般的な話で、友達の話か。あー、なるほどな。とんがり。中学生の時に大好きだった隣の席の女の子に消しゴムを借りたら、ケースの下に友達の名前が書いてあったからみんな嫌い。久しぶりに来たしょっぱながヘイトを撒き散らしていいね。ふん転がし。汚い仕事やってる人多いよね。どういうこと説明して。例えば、どういうこと水を売る仕事。汚っ。許せん。あ、そうなの？ふうこさん、そう思うの？ふうさん、水を売る仕事許せないの？ふうさんは。ほんと。すごいね。許せない。なるほどね。お母さんがやってた。あー。うん。まあ、次の話かな。
そうだね。ちょっと次行こうか。いろいろあったのかな。仲いい女グループの金魚の糞みたいな女。シンプルにキモい。どういうこと？仲いい女グループの金魚の糞みたいな女。なんかあったの？ペニガキ。多分何かあったのかな？多分。きっと。学校での思い出かな？どういうことがあったの？ペニガキ。教えてよ。俺、はい。先次やって。あ、はい。わかりました。じゃあ書いておいてください。はい。じゃあメタボさん。先次かな？これも。これも先次やった方がいいかな？ここもかな？多分。ここも含めてかな？次やろっか。じゃあシラソル。昔、友達と出会い系アプリをたくさん入れてた。ちょっと待って。シラソル、出会い系アプリ入れてるイメージがなかった。ちょっと待ってくれ。シラソルが出会い系アプリを入れてるのか？何笑ってるんですか？いやいやいや、イメージがなさすぎる。大抵の男チャットは同じ流れだった。外見のこと、趣味のことなどこっちにいろいろ聞いてきてすぐに会おうとする。こっちがいろいろ聞いても話そうとしない。広げもしない。チャットもつまらない。なんでそんなやつが多いのかわからぬ。あー。なるほどね。難しいね。で、うまくいったんですか？出会い系にいるのってそういうのじゃない？まあ、確かに。次、ポリゴン。はいはいはい。ポリゴンが、ナッシーがいて、ナッシーの、に、チューリップをぶち込む。あー、男、あー、そういうことね。二つ？男は、男もあるのが、なぜなぜ。あー、なるほどね。そういうの好きなのか。あー、女は、が3つ、トライデント3つある。あ、なるほどね。3つあるけど、男は1つなの、なぜなぜ。あー、はい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 。なるほどね。なるほどなるほど。ポリゴンありがとう。マイク。女は話が長。何次、ヒデ。女の人は論理的思考能力が低い人が多い気がする。もちろんしっかりと論理的思考できる女性は会ったことがあるから全員ではないと思うんやけど、男性と比較した時に女性の方が論理より感情、女は話が長あってのを早速論破した。男も長いやつはいる。男性と比較した時に女性の方が論理より感情論を持ち出してくる。その上一番立ちが悪いのは女の子を楽しませたっていう理論を持ってくる男がいること。女や取り巻きに頼るな。まあそういう話で言うなら、感情的にやりたいことがあるけど、あたかも論理的に説得してるかのようなことをやり始める人が結構女性は多い。陰キャ転生とかそう。本当は本人がやりたいだけだけど、あたかも論理的であるかのような説得をするんだよね、陰キャ転生って。陰キャ転生っぽいことをする女結構いる。わかるかな？本当は気持ちとしてやりたいだけなんだけど、でもあたかも論理性があるかのように振る舞うみたいな。本当はしたいだけでしょ、それみたいな。まあ、陰キャ転生がよくやりますね。はい。馬面萩。カエル化現象ってなんだよ、黙ってろよ。なんかあったのかな、なんかあったんですかね。次、コノさん。女叩きすれば面白くなれるの、素直に羨ましい。女はすぐ燃えるし、ちょうどいい叩きどころがあんまりない感じする。女叩きすれば面白くな、あ、男がってこと？あ、女はすぐ燃えるし、ちょうどいいとこ、あとね、女が燃えないコツがね、女降りることなんだよね。女降りると女叩きがされにくいって感じが気がする。だって初めて女降りてないじゃん。でしょ？やだ！え？初めさんがやだ？え？やだ？初めさんがやだ？とんでもないことを言うんじゃないよ。降りるところの話じゃない。やめろよ。女降りるとね、女叩きされないよね。それがむずいんよね。女降りるの概念もまたむずいんだよな。男は何も降りなくていいじゃん。まあ、まあ、キャラピックの問題なんで、それはなんかもう、デュエリストか、なんか、みたいな、こう、いや、それはなんか最初ワンピックできんじゃんみたいな、なんかそういう感じというか、まあもうしょうがないね。キャラ特性、もうそのキャラピックしちゃった、生まれる前ピックした自分が悪いよね。まあ、ピックしちゃったから、なんかそこかな、ぶっときこうたん。仏教では一般に女さんのが成仏しにくい。ちょっと、マジそれ。歴史が物語っています。お察しです。なぜなぜ、ナムナム。ナムナム。ちょっと待って、ナムナムは、ナムナムはで、すごいなぁ。ナムナム。次、チューパー。女は結婚した時に無理する人が多い気がする。シンプルムカついてくる。無視する。無視する。いや、それは、あれじゃないかな。男だったら、ワンチャン殴り合ったら勝てんじゃん。だから、無視しなくて攻撃的なことしても、ワンチャン戦いになっても大丈夫っていうの心があるからで、女は多分殴り合いになったらワンチャン勝てないみたいな感じだし、殴り合いを避けるから、だから無視って選択肢になるんじゃねえかな。
多分予想、予想だけど、ザコが、ザコが、次、次行き、次行きます。ペニガキさん、ラスト。何も思い出ないけど、なんかキモい。なんかあったけど言葉にできないんだろうな、多分。ペニガキ、それドルピンなら言葉にしてるぞ。それドルピンなら言葉にできてるよ。なんかね、こう、むずいな。頑張れ。ペニガキ、言葉って大事だな。日本語って。日本語って難しいな。勉強頑張ろうな。付属女のくせにちょっと偉そうなんだよね。わかるよ。言葉で伝えないで察して察しての女と同じになっちゃうよ。まあ、女のなぜなぜか。なんか、カジュアルに生理止める薬とかあったら世界平和になりそうだなって気がする。体にそこまでの負担なく生理止める薬とかあれば平和になりそう。え、そうじゃない？なんか。結構女性にコックさんってあんまいないじゃん。あれって味覚若干変わっちゃうかららしいってのもあるらしくて。生理期間中って味覚変わんのよ。食べたいものは変わるのね、生理期間中って。それが、結構飯とかに左右されちゃったりするらしくて、女性のコックさんがいないのはそういうことらしい。テオルピルはまあ弱くなるだけで別に生理は来るから。で、一応生理止める薬もあるけど、体にすげえ負荷がかかるらしくて、スポーツ選手とかが確か服用してるんだけど、本当は ダメというか、あんまり良くないみたいな、体にはあまり良くないみたいな薬しかない。ちょっとデバフだよなみたいな。なんかそれってこう別に女だけじゃなくて男も影響を受けるわけじゃん。月に一遍影響を受けるわけで、多分ほとんどの男性も影響を受けるわけじゃん。むずいよね。そんな時はセントジョーンズアート。お腰につけたセントジョーンズは一つ私にくださいな。これ悪すぎ。それで解決しない。スッキリした。みんなありがとう。なんかあったのかな、おささん。何かあったのかな、多分。なんかあったのかね。疲れ様です。